エキスパースの YouTube チャンネルへようこそ。デザイナーのヨシカです。今日はいつもよりテンションが少し高めでございます。皆さんお気づきでしょうか。こちらエキスパースの背景ちょっと変わりました。マガジンがあったところ四角い白いものが置かれております。これは今後どうなっていくか乞うご期待でございます。お楽しみに。そしてこちら、これはですねちょっと後ほどお話ししたいなというふうに思います。こちらのマガジンでもご紹介しているんですけれども、パースにはですね無料キャットバスっていうタダで乗れちゃう猫バスが走ってるんですよ。まあ、この無料キャットバスででも行けちゃうよっていう私のおすすめしたいスポットっていうのをご紹介したいと思います。グリーンキャットバスで行けるノーウェアマンブリューイング工、こちらビール工場なんですけれども、店内がですねめちゃめちゃ広くって、いつもイベントとかしてるんですけど、こちらのオーナーさんリースさんっていう方なんですが、パース生まれパース育ち、すれ違う人は大体パース友達みたいな、まあパース育ちパース育ちパース生まれなんですよ。なので本当に地元を愛した方がオーナーさん、パース愛がですね 120% というビール工場&レストランになってます。ドリンクとかフード の材料っていうのがもうほぼほぼ西オーストラリア州から仕入れたものを使われています。店内にねそのビール工場っていうのを併設してるんですけども、大きいタンクを見せてもらったんですが、まあ4週間から6週間じっくりかけて美味しいビールが出来上がってくるっていう工程を、まあレストランのね横で感じながらビールを楽しむことができます。ビール好きにはもちろんたまらないんですが、お酒が飲めない、ビールがちょっと苦手だな、でもこうチャレンジしてみたいな、もしくはその彼氏がビールがすごく大好きで、でも私ちょっとあんまり飲めへんからいつもこう気乗りしないような、そんな彼女あなた、ビールのサイズ 150ml から生まれてるんですよ。もう本当にちょっとだけでいいの私っていう人と、ビールめっちゃ好きいっぱい飲むでっていう人一緒に行けるビール工場なんです。いろんな方がいろんなシチュエーションに使えれる、すごく大きな開放的なビール工場レストランになっているので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。正直猫バス乗らなくても行けるところにはなるんですけれども、ブルーキャットバスで行けるところ、サファリズレコードジャック、何屋さんか、レコード屋さんなんです。オーナーさんがですねもう音楽が大好きで、普段はこのレコード屋さんにいらっしゃるんですけれども、週末だったりお休みの日はですねクラブとかでDJ としてガンガン音楽鳴らしてるらしいんですよ。14歳からレコードにドハマりしていて、もうコレクター歴約40年を迎えるそうで、もう本当にレコードのことなら俺に任せろって言ってました。で、そのレコードなんですけれども、ヒップホップ、ジャズとかね、もうすごく幅広く揃えられてます。日本からのレコードも結構取り寄せてるんだよ今っていう、すごくねなんか人気があるみたいなんですよ。でこうやってねレコードこうやって見てたら、西城秀樹太陽に吠えろ のレコードがあったり、松田聖子のレコードがあったり、ユニークで私たちも懐かしいなって思うようなレコードがたくさん置いてあるショップになります。でお店自体はすごくこじんまりしてて小さいお店にはなるんですけれども、自分でデザインをした T シャツも作られてるんですよ。私たちもこのエキスパースのねオリジナル T シャツっていうのを作っているんですけれども、同じような感じでオリジナルの T シャツをこちらでも作られてます。お土産に欲しくなるような T シャツが売られてます。オーナーさんジョンさんの奥様ステイシーさんもそのレコード屋さんのお隣でお店をされてるんですよ。お花屋さんをされてるんですけど、こちらドライフラワーもですねすごくこう専門的に扱っているお店で、西オーストラリア州でしか咲かない生息しない花のドライフラワーを作ってられたり、インテリアとか結婚式とかすごく様々なシーンで使えれるお花を販売されてます。私元彼の影響ですごくスケボーにハマった過去があるんですけど、皆さんがちょっと、ね、気になってたこちらなんですけれども、なんとスケートボードでございます。逆だ。こちらビヨンドっていうブランドのデッキになります。このビヨンドなんですけど、パースの中ですごく一番有名というか、もうパースのスケーターはここのお店で買ってると言っても過言ではないくらいものすごく人気なお店なんですよ。ローカルのアーティストとコラボして作っているプロダクトがたくさん売られてます。誕生日の時に編集長と副編集長のミカさんからですね、スケボーが好きなんですって話をね以前したことがあったので、プレゼントでいただいた私の宝物なんですけど、ちょっと見えますかね、ビヨンドって書いてある文字の後ろにパースの市内の地図が
入ってるんですよ。これが多分エリザベスキーなんですよね。まあこういうねちょっとユニークなデザインがあったりとか、他にもねいろいろアーティストとコラボをして作られてるものがたくさんあります。いろんなところに店舗があるんですけれども、キッズからベテランのスケータープロのスケーターまで使われているショップになるので、もし日本からスケーターの人が来るってなったらぜひこちら のビヨンド行ってほしいなと思います。ぜひ無料キャットバスを使って自分のお気に入りのスポットを見つけてください。でこのバス巡回してるんでぐる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 回るんですよ、降りない限りは。なので自分が気になるお店があったらそこでちょっと降りてみて探検するなり探索するなりでね、パースに来た時はぜひ皆さん楽しんでみてもらったらいかがでしょうか。以上、エキスパースのよしかでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。